その分だと今のところ特に怪我を負ってはいないようだな。そういうセリフを気安く言うな。何でもない。それよりすでに敵とは剣を交えたのか。5人も？よくそれで無事だったな。ひょっとして逃げ足だけは早いのか。少し。だが、だからといって嘘をついているとも思えない。5人ともきっと弱かったのだろうな。お前は幸運な男だ。そのように弱い敵としか遭遇していないだなんて。しかしこれからはそうもいかないだろう。それを覚悟してあまり無理はしないようにな。信用？あるわけないだろう、そんなもの。しかし敵は一体何人いるのだろうな。それがわからないから正直不安だ。少なくとも宮殿内に賊を入らせるような真似だけはできない。何としてでもその前で食い止めねば。なんとか全員の避難が終わってくれていればよいが、よりにもよって帝神の方々が叙任式のために一堂に揃ってしまわれていたからな。そうだとしたらかなり立ちが悪い。我々に関することを調べ上げていたということだからな。とにかく今我々にできることは賊を倒すことのみだ。一命に変えてでも宮殿を守り抜かねば。お前はいい。このセリフが言いたいのならもっと実力をつけてからにすることだな。ただの犬死に扱いされたくなければ。まったく、まず返事からしてなっていないな。早くそれをこの俺様に返すのだ。ああ、誰か助けて。助けだと？そんなものは都合よくあるわけなかろう。世の中もっと厳しいのだ。世知辛いのだ。この俺様がそれを身をもって教えてやる。行くぞ。どうだ、この銀魔王と称され皆から恐れられているクロード様の銀魔ラセスケは。さあ、あれをおとなしく返す。でなければもう一立ち。な？貴様、ロアーナの騎士か。騎士だろうが何だろうが、ロアーナ兵など所詮この俺様の敵ではないわ。というわけで貴様の血をこのクロード様の銀魔ラセス剣のサビにしてくれる。
このクロード様の銀マーラ節剣が負けるだなんて、くぬん。しかしだいぶ息が荒いようだな。言っておくが、長期戦でこそこの銀マー王と恐れられる俺様の真の実力が発揮されるのだぞ。様の銀魔羅刹剣の真の恐ろしさをこれから知るがいい。今までのは所詮体験版でしかなかったのだということをな。では行くぞ。アス、アス、大丈夫か。うわっ、な、仲間か。卑怯だぞ。俺様は急用を思い出したぞ。ということで、さらばだ。大丈夫か、アス。今のは襲撃犯の一人か。あの男、以前にどこかで見たことがあるような気がする。いや、今はそれよりそこにいる女性の手当てを。むごい切られ方だ。何の容赦もされていない。いや、もう息をしていない。ひどい出血量だからな。切られた時点でその道助からなかっただろう。それにしても、この人は何もしていないのに、あの逃げていった男から切り殺されたのか。あれ？あ、本当だ。これは？獅子？まさかボルド王国のものじゃ。間違いない、黒き獅子。これは確かにボルドのものだ。そのようだ。どうも連中がロアナ人ではないような気はしていたが。これはボルドのロアーナに対する宣戦布告だろうか。いや、今の状況となっては宣戦布告どころではないな。むしろ侵略だ。このままロアーナはボルドの手によっていとも簡単に踏みつぶされるのだろうか。母さん、嘘でしょ。君は騎士の方。あの母さんは一体、あの
お願いですので、母さんの手当てをしていただけないでしょうか。それか、早くお医者様のところに。君はこの人の娘か。はい。ごめんなさい、騎士の方にずうずうしいことを頼んでしまって。でも早くしないと母さんが。もう手遅れだ。君の母さんはすでに神のもとに召されている。え？母さん、死んだんですか？どうして？族？それでこんなむごい目に。悪いことなんてしたことなかったのに、何もしてないのに、どうして。こんなのむごすぎる。はい、すみませんでした。私すっかり取り乱してしまって。いや、気にしなくていい、そんなことは。はい。ずっと付き添ってもらってありがとうございました。おかげで、少しは気持ちが収まってきました。そう。だったらよかった。ええ。私、そろそろ行きますね。とりあえず一旦、家に帰らないと。でも、騎士の方にそうしてもらうわけには。そうしてもらった方がいい。ほとんど片付いてきているとはいえ、まだ賊がうろついてる可能性はあるのだから。じゃあ、お言葉に甘えて。はい。ああ、そうだ、君。はい。もしも何か困ったことがあったら、アールマティ騎士団の兵舎まで訪ねてきてくれないか。それで遠慮せずに僕に何でも言ってほしいんだ。できる限り僕は力になるから。え？でも。気にしないで本当に何でも言ってくれ。いいね。はい。ありがとうございます。あ、気をつけて。サージスって名前なんですか、今の方。へえ、さすがに貴族って感じのするお名前ですね。でも、サージスって懐かしい名前。ええ、死んだ兄と同じ名前なんです。優しそうなところなんかは、少しだけ似ているかもしれません。私ですか？私はミーナ・ロイドって言います。こちらこそ。え？いえ、多分ないと思いますけど。ええ、多分。まずはここの広場を抜けてから、最初の角を左に曲がってください。それで、次の角をまた左に、そのまた次の角を右に、また次を右に行って、一つ角を越えて左にあるところです。ごめんなさい。わかりづらいところにあって。はい。はい、お願いします。